藤井聡太棋聖の入場です。皆様どうぞ拍手でお迎えください。ではただいまから第94期ヒューリック杯棋聖戦藤井聡太棋聖就位式を開式いたします。今年6月から7月に行われました産経新聞社日本将棋連盟主催ヒューリック株式会社特別協賛第94期ヒューリック杯棋聖戦5番勝負では藤井聡太棋聖が挑戦者の佐々木大地七段を3勝1敗で破り、見事3度目の防衛を果たし、4連覇を達成しました。第1局はベトナムのダナンでの海外対局となりました。棋聖戦の海外対局は38年ぶり2回目で、他の棋戦を含めると4年ぶり25回目の開催でした。今まで東南アジアではタイやシンガポールでの対局はありましたが、ベトナムでは初めての開催となりました。その海外対局での第1局を制した藤井棋聖はそのまま勢いに乗り、その後の7月18日に行われた第4局で20歳最後の日となった対局を白星で飾り、3度目の棋聖防衛となりました。現在公益社団法人日本将棋連盟会長の羽生善治九段に続いて史上2人目の七冠を達成し、前人未到となる全タイトル制覇八冠に向けて挑戦中です。今後のますますのご活躍を期待しております。また今回の就位式では2019年以来4年ぶりに一般のお客様をご招待しての開催となりました。藤井棋聖の棋聖防衛を会場の皆様と盛大に本日はお祝いできたらと思っております。なお本日の就位式の模様は産経ニュースの公式 YouTube チャンネルでライブ配信しております。画面の向こうで視聴されている皆様もどうぞよろしくお願いいたします。さて申し遅れましたが、本日の司会を務めます、フジテレビアナウンサーの遠藤玲子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では、改めてご紹介させてください。第94期棋聖、藤井聡太棋聖です。大きな拍手をお願いいたします。本日は就位式に続き、藤井棋聖を囲んでの祝賀パーティーの2部構成となっております。どうぞそのままご参加ください。それでは主催者を代表いたしまして、
産経新聞社取締役会長飯塚浩彦からご挨拶申し上げます。飯塚会長お願いします。たくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。まず藤井さん、棋聖防衛おめでとうございます。第94期のヒューリック杯棋聖戦五番勝負で、挑戦者の佐々木大地七段を3勝1敗で下して、見事棋聖を4連覇されました。続いて行われた王位戦もタイトルを防衛され、今行われております王座戦、先週勝ちを収めて2勝1敗として、いよいよ全8冠8タイトルを制覇するというところまで王手をかけられたところでございます。まあ、私も将棋あまり詳しくないんですけれどね、その活躍ぶりを心を踊らせながら見ているような次第でございます。藤井さんが17歳と10ヶ月で初めてタイトルを取られたのがこの棋聖のタイトルです。3年前ですね。その時は史上最年少で、タイトルを取れるかどうかというのが非常に注目を浴びた対決でございました。対局でございました。非常に棋聖戦がクローズアップされました。そこで当時の渡辺明棋聖を破って初めてタイトルを取られると、その後は皆さんご存知の通り、あれよあれよという間に7つのタイトルを取られました。もう今は本当に藤井フィーバーと言われるぐらい社会現象になっております。この7冠の最初のタイトルが我々が主催している棋聖戦というようなことでですね、ことのほか深いご縁を勝手に感じております。今期の棋聖戦を少し振り返らせていただきますと、6月3日の開幕戦、ベトナムダナンでの対局でございました。タイトル戦の対局がですね、海外対局っていうのは4年ぶりということでした。しかも開幕の2日前に藤井さんが史上最年少で7冠を達成されたばかりという、そういうタイミングでの開幕戦となりました。そういうこともあって非常に多くのメディアに取り上げられ、我々主催者もびっくりするぐらいの報道ぶりでした。ダナンには私もご一緒させていただきました。現地での大盤解説会、これは地元の将棋ファンだけでなく日本からも多くの藤井さんのいわゆる追っかけの皆さんがですね駆けつけられて大盛況でございました。まさにね、私も藤井フィーバーというのをその場で実感させていただいたようなことでございました。ベトナム、淡路島、沼津、新潟と4回にわたる対局はすべてインターネットで生中継をされました。いずれも終盤まで目が離せない熱戦という素晴らしい対局でございました。第2戦では
佐々木七段が一夜を報いて、そう簡単にはこのシリーズは終わらせないぞという意地を見せられたというふうに思います。一人の力だけでは成り立たないのは将棋だと思います。藤井さんと佐々木さんの熱戦の醍醐味をネットで味わいながら、勝負の行方を見守ったファンの方も多かっただろうというふうに思います。最近の若い世代の人たちは、タイムパフォーマンスっていうんですか、タイパって呼んでますけどね、タイムパフォーマンスというのを重視するというふうに言われてます。時間対効果、かかった時間に対する満足度というんですかね、そういったものを重視するというふうに言われてます。ビデオを見るにもね、ビデオ映画を見るにも早送りで見たり、そういったことをやったりしているようですけれど、ところが将棋っていうのはね、考えてみますと長考でですね、時には1時間を超えても盤上の駒が一つも動かないという場面もよくあります。にもかかわらず、こういうふうに今注目を浴びてるわけですね。将棋は最善の一手を求め続ける姿勢、つまり考えるという営みの尊さを我々に改めて気づかせてくれているのではないかというふうに思います。藤井さんの対局を見ながら、そういうようなことを強く感じております。藤井さんは八冠がもう目の前に迫っております。この棋聖のタイトルも1年後には通算5期ということになれば、得られる永世棋聖の称号が現実味を帯びてまいります。藤井さんには前例のない挑戦を通じて、棋聖のタイトルの価値と将棋の魅力をさらに高めていただきたいと思っております。どうぞお体に気をつけられて、ますますご精進いただくことを願っております。最後になりましたけれど、産経新聞社とともにこの棋聖戦を主催していただいております日本将棋連盟様、そして特別協賛をいただいておりますヒューリック様に、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。飯塚会長、ありがとうございました。続きまして、同じく主催者でございます公益社団法人日本将棋連盟会長、羽生善治からご挨拶申し上げます。羽生会長、お願いいたします。皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、また暑さが残る中、第94期ヒューリック杯棋聖戦就位式の方にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。まず最初に、この棋聖戦を長きにわたって主催をしていただいております産経新聞社様、そして特別協賛をいただいておりますヒューリック株式会社様に、厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。そして見事に4連覇を達成されました藤井聡太棋聖、誠におめでとうございました。この棋聖戦というタイトル戦はですね、今回で94期と
という、まあ、長い歴史を、まあ、誇る、わけなんですけれども、棋聖という、名前はですね、実は将棋の世界の歴史にとっても、結構大きな、意味といいますかを持っています。幕末の棋士に天野宗譜という人が、まあ、いたんですけれども、まあ、この方がですね、まあ、その棋聖という、まあ、その称号というかを取っているというわけではないんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、言われていたということです。でこの天野宗譜先生というのは、まあ、非常にですね、まあ、近代将棋の父というふうに、まあ、言われていまして、まあ、非常にその現代的な、まあ、スピード感覚を持った棋譜を、まあ、数多く残してですね、まあ、現代の、棋士の、人たちに、まあ、大きな影響を与えているということです。で、まあ、藤井さんもですね、まあ、現在も非常に進行形で、まあ、大きな活躍をされて、記録も続々と更新をしている、まあ、わけなんですけれども、まあ、本当にですね、これから先、50年後、100年後の、まあ、将棋の好きな、まあ、人たちにとってもですね、様々なこう大きな大切な教材といいますか、テキストを、残して、いるのではないかなというようなことも、感じております。それで、まあ、今回の、五番勝負、1局目はですね、ベトナムで、開催を、されました。皆様ご存知のようにですね、将棋の歴史というのは一番最初、インドに始まりまして、まあ、アジアにはですね、一つの国に大体、まあ、その国の、まあ、将棋があるということです。で、ただですね、ベトナムで日本の将棋の対局を行うのは、まあ、初めてということでありますので、まあ、国際的に、広げていく、普及をしていくという面でもですね、大変大きな、まあ、意義があった、ね、あったのではないかなというふうにも、まあ、思っています。まあ、そしてですね、藤井さんにとっては、ベトナムでの対局は多分海外の初めての対局、遠征ということだったと思うんですけれども、まあ、対局なんで、まあ、なかなかゆっくり、のんびりと観光というわけには、まあ、いかなかったとは思うんですけれども、まあ、日々ですね、ずっと連戦連戦で、タイトル戦あるいは重要な対局が続いていくというのの中で、まあ、ほんの少しだけは今リラックスする時間も取れたんではないかなというようなことも、まあ、ちょっと思いました。で、棋聖戦の内容的なことをちょっと見ていくとですね、非常にその佐々木大地さんという棋士は、まあ、攻守のバランスの取れた、そしてですね、まあ、相掛かりのスペシャリストということで、まあ、藤井さんにとっても、まあ、非常に手強い相手だったと思いますし、実際その内容的なものを見ますと、まあ、終盤戦までですね、もうかなり、こう、僅差の、まあ、ギリギリの、まあ、勝負が続いていた印象を持ちます。そしてですね、その、本当にお互いに持ち時間が少ない、こう、デッドヒートの中でですね、ほんの、わずか一歩二歩の差を広げて、まあ、勝ち切るという、まあ、藤井さんの強さが光ったシリーズでもあったかなというふうに思っております。で、今ですね、その後も非常に活躍を続けておられまして、まあ、もうこれからですね、また王座戦の方とかの、まあ、結果によってはですね、まあ、全冠を制覇するという状況に来ております。まあ、藤井さんにおかれましてはですね、これから先も、まあ、体調に留意を、まあ、されまして、皆さんに素晴らしい棋譜を、作り続けてほしいなというふうに思っておりますし、まあ、なかなかですね、コロナ禍の影響もあり、将棋ファンの皆さんにこう集まっていただいて、就位式、祝賀会、あるいは解説会というのが少なかったんですけども、まあ、これからはですね、通常に戻って、また、この棋聖戦というものを大いに盛り上げていただけたら大変ありがたく思っております。今後もどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。羽生会長、ありがとうございました。続きまして、第94期ヒューリック杯棋聖戦の特別協賛をいただいております。ヒューリック株式会社西浦三郎代表取締役会長にご挨拶を頂戴いたします。
ヒューリックの西浦でございます。まずは藤井さん、4回目の防衛本当におめでとうございます。こうだんだん3番目ぐらいのご挨拶になるともう前の方が大体喋っておりましてですね何を喋ろうかということなんですけども、私本が割合読むのが好きで毎週丸善の、日本橋に行くんですけれども、そこのですね将棋囲碁麻雀スポーツというこういう分野の本が並んでいるところがございまして、スポーツはですね、大谷翔平さんの顔ばっかりがずらーっと並んでいるという感じでございまして、将棋はですね、これは経営者の方は絶対読むべきだと思うんですけれども、羽生善治80の言葉っていう本が最近出ておりまして、定価1000円ですのでお安いんで読んでいただければと思いますけれども、私も読んでですね、これは社長にですね、これは必ず読むようにという話をしたところなんですけれども、ただしそれ以外はですね、すべて藤井さんの本なんです。今日いずれになっても杉本先生の、本であるとかですね、谷川さんの本であるとか森内さんの本であるとか、それとともにこれまでのその藤井さんの寄付が全部載ってる本であるとかですね、要はですね、すべて今将棋界を引っ張ってらっしゃるのは藤井さんだなという感じが非常にいたします。それで、ちょっとこれは違う話なんですけど、来年の9月に、将棋連盟100周年になります。で、東京と大阪の、会館を新しく作るということで、会長以下、皆さんがお金を一生懸命集めてるんですけども、一つ皆さん方もですねクラウドファンディング、連盟をやっておりますんで、できるだけの、ご寄付をですね会長になり代わりましてお願いをする申し上げるそれで、藤井さんにお願いが2つありまして、一つはですね、鹿児島で一遍杉本先生ともお話したんですけども、藤井さんの趣味は何かと、そうすると、パソコンと電車に乗ることですと。で、我々いつも特別協賛で、特別賞という形で何かを出すということなんですけども、なかなかこの2つではですね、お祝いの品物を出すことがなかなかできないということになりますので、早いところ何かもう一つぐらい趣味を持っていただけたらと思います。それともう一つはですね、私はこの前の土曜日はですね、ヒーリック杯白麗戦女流の大会でございますけれども、里見さんと西山さんの対局で、これは西山さん勝って3勝1敗になったんですけども、棋士の方ってやっぱりずっと座ったりなんだかんだしてですね、膝であるとか足首、これがやっぱり痛くなってくるということで、彼女もその西山さんもですね、1日2000歩ぐらいしか歩いてないという形で、今一生懸命4000歩、5000歩歩いてますというふうに言ってましたけども、21歳という大変若いあれで、元気だとは思うんですけれども、やっぱり、健康で、一番いい体調の時にですね、対局していただくというのが全てだと思います。一つ趣味を持っていただくことと体を鍛えていただくこと、その2つをお願いいたしまして、私のご挨拶させていただきます。本当におめでとうございました。石浦会長どうもありがとうございました。続きまして、棋聖就位状の授与に移らせていただきます。棋聖就位状は日本将棋連盟会長羽生善治より授与いたします。羽生会長お願いいたします。藤井棋聖もどうぞ前へお運びください。就位状、藤井聡太殿、あなたは今期棋聖戦に優勝されました。よってここに第94期棋聖就位を認めます。令和5年10月3日日本将棋連盟会長羽生善治、おめでとうございます。おめでとうございます。ではここでフォトセッションに移らせていただきたいと思います。まずは正面のカメラにお願いいたします。
では右側の方にも目線をお願いいたします。では左側にもお願いいたします。では最後に奥のテレビカメラ用にもお願いいたします。羽生会長もぜひあのツーショットでの写真もお願いしたいので、もう一度中央へお越しください。お願いいたします。では正面にお願いします。はい、再び右側にお願いいたします。では左側にお願いいたします。では最後に、はい、テレビカメラにお願いいたします。では改めましておめでとうございます。藤井棋聖、羽生会長、どうぞお席にお戻りください。続きまして、産経新聞社から勝敗と賞金の目録が送られます。勝敗と目録は産経新聞社代表取締役社長近藤哲司より贈呈いたします。まずは勝敗です。おめでとうございます。ではそのままフォトセッションに移らせてください。では右側に目線をお願いいたします。はい、左側にもお願いいたします。はい、では最後正面奥にお願いいたします。はい、ありがとうございました。では引き続き賞金目録です。おめでとうございます。では再びフォトセッションをお願いいたします。正面と右にもお願いいたします。はい、左側、そして、はい、奥のカメラにもお願いいたします。ではありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。ここでヒューリック株式会社から特別賞が贈られます。西浦三郎代表取締役会長、お願いいたします。今年の特別賞は藤井棋聖の4連覇を祝し、東京練馬の白滝呉服店の着物のおあつらえ100万円相当です。どうぞお受け取りください。おめでとうございます。はい、ではカメラ目線で、はい、正面にお願いいたします。また藤井棋聖が新たな趣味を見つけられた際には、また特別賞が内容変わってくるかもしれませんね。はい、では右側にお願いいたします。はい、では左側にお願いいたします。はい、ではテレビカメラにお願いいたします。はい、おめでとうございました。駅と未来に近いビルのコーポレートスローガンでおなじみのヒューリック株式会社、西浦三郎代表取締役会長でした。どうもありがとうございました。さて、ここで祝辞に移らせていただきます。株式会社フジテレビジョン取締役副会長、日本将棋連盟非常勤理事、遠藤龍之介です。遠藤副会長、ステージ中央へお願いいたします。
遠藤でございます。最初に藤井さん4連覇おめでとうございます。2020年のこの棋聖戦の就位式で藤井さんは初タイトル棋聖を獲得された。その時に私スピーチで、これから藤井さんはタイトル奪取、タイトル防衛、おめでとうという言葉を数多く投げかけられる棋士になるのではないでしょうかと申し上げましたが、それから3年、八冠までもう一つというところまで来ております。3年間で階段を頂上まで登られて本当に素晴らしい。失礼ながら私も含めてこの壇上にいる方々は3年間あんまり変わってないかと思うんですけれども、藤井さんのこの成長ぶりというのはすごいなというふうに改めて思いました。3年前お目にかかった時はまだ少年の面影が何となくあって、正直言って可愛いっていう感じだったんですけれども、興味にかかったらもう青年になられていて凛々しいという感じで、やっぱりこの男性の可愛いから凛々しいに行くとこっていいんですよね。すごく本当に今日数々のお客様、特に女性のお客様が来てくださって本当にありがたいと思いますけれども、今後とも藤井君はこういう成長をぐわーっと上っていくんだなと思うと本当に心から応援したいというふうに思います。観る将の方は今日たくさんいらっしゃってると思うんですけれども、私はですね、実はもう50年以上の将棋ファンでございまして、実は大学の将棋部出身なんですけれども、最近も将棋は難しくて全く分かりません。私もこの15年ぐらい観る将専門でございますけれども、本当に難解な勝負を勝ち抜いていく、藤井君、それからその若手の皆さん、これもですね非常にこう、なんていうのかな、近づいてきている感じがいたします。最近の対局を見ても、本当に終盤で手に汗を握るという局面が多くて、今後やっぱり、この俊英たちがですね、藤井を目指して、いろんな対局をしていくと思います。これからも素晴らしい将棋を指して、ファンの方を楽しませていただければと思います。どうも本日はおめでとうございました。では遠藤副会長、引き続きですね、富士三景グループ特別賞の贈呈です。藤井棋聖、前へお越しください。富士三景グループ特別賞は、富士三景グループで通信販売事業を手掛ける株式会社ディノスコーポレーションから、ディノスでのお買い物にお使いいただけるクーポン券10万円分です。おめでとうございます。はい、ではフォトセッションをお願いいたします。まずは正面からお願いします。はい、続いて右側にお願いいたします。では左側にお願いいたします。最後に正面奥にお願いいたします。どうもありがとうございました。さて本日は藤井棋聖の師匠であります日本将棋連盟非常勤理事杉本昌隆八段が駆けつけてくださいました。どうぞお上がりください。杉本八段は小学校1年生の藤井棋聖を見て、本当に才能のある子だと、その可能性と将来性をいち早く見出されました。そして藤井棋聖は小学校4年生で杉本八段の弟子になられたというご関係です。では一言頂戴いたします。はい、改めまして、皆様こんにちは。そして、改めて、藤井聡太棋聖、防衛おめでとうございます。藤井棋聖が、タイトルを、初めて獲得した、2020年なんですけども、その棋聖戦の第一局の、前日ですかね、三景新聞社さん、関係者の方と、
藤井棋聖と3人で食事したことをよく覚えているんですけども、まあ初めてのタイトル戦ということで緊張しているのかなと思ったんですけど、まあ、非常にまあリラックスして、ね、一緒に食事をすることができまして、その時のまあ何かその少年のような、タイトル戦を楽しみにしていたという、ね、あの表情が今でも思い出されます。まあ、あれから、3年ですけど、ね、あのまあ、あの八冠まであとね、あの、まあ、一勝ということでもありますけども、まあ、その初めてのタイトルというのはあの棋聖戦から始まったんだなというのを改めて、感じました。まあ、今日私はあのどうも花束要員、花束を渡す要員として、やってきたような気がするのですけども、あの公の場であの初めて花束を渡したのは棋聖、あの彼が初めて棋聖を、ね、あの獲得した時だったのかなというふうにも思っておりまして、今日もまたね、あの、まあ、きっと後で渡すんだろうなということで、なんて言うんでしょうね、あの師匠というのはいろいろ、まあ、辛いことも多いんですけども、あの今の気持ちで言うと、なんて言うんでしょう、まあ、私でいいのかなって、その花束渡すのがね、あのなんか師匠でごめんねっていうなんか、ね、気がしておりまして、ね、なんかね、毎回毎回あのこういう形で大役を、ね、あの受けることができまして、自分としても嬉しく思っております。改めましてあの、ね、あのこの棋聖戦、長きにわたり、ね、あの棋聖戦を、ね、あの、すみません、棋聖戦をされて、いただいております、産経新聞社様、そして、特別協賛の、ヒューリック株式会社様に、お礼を申し上げて、お礼も申し上げまして、あの挨拶に返させていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではここで、あの何度も恐縮なんですけれども、本日も花束の贈呈をお願いいたします。はい、おめでとうございます。師匠からの花束贈呈です。はい、では正面のカメラにお願いいたします。はい、はい、最高の笑顔でお願いします。ありがとうございます。はい、では右側にも目線をお願いいたします。はい、では左側にもお願いいたします。では正面奥のテレビカメラにもお願いいたします。はい、ではありがとうございました。杉本八段、ありがとうございました。どうぞご講談ください。さて、ここでご紹介させていただきます。棋聖戦五番勝負の第一局、ベトナムダナン三日月対局の舞台となりました竜宮城スパホテル三日月を運営するホテル三日月グループから、竜宮城スパホテル三日月富士見亭支配人中村和秀様にもご出席賜っております。どうぞご起立ください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは大変お待たせいたしました。最後に第94期棋聖に就位されました藤井棋聖から謝辞をいただきます。藤井棋聖、お願いいたします。皆様こんにちは。本日は第94期ヒューリック杯棋聖戦の就位式を開催していただきましてありがとうございます。またお忙しい中、多くの方にお集まりいただきましたことに感謝申し上げます。今期の棋聖戦は佐々木大地七段との五番勝負となりました。先手番となった第1局と第3局はペースをつかんで指すことができましたが、一方で後手番の第2局と第4局はどちらも苦戦で、佐々木七段の強さと後手番における戦い方の課題を感じました。決着局となった第4局は終盤でも負けの局面もあり、本当に際どいシリーズだったと感じています。今期の対局をしっかりと振り返って、
来期に向けて改善していきたいと思います。また今期の第1局はベトナム・ダナンでの海外対局という形で開催をいただきました。私にとっては初めての海外で、また対局の翌日には観光もすることができ、本当に貴重な経験ができたと感じています。最後になりましたが、棋聖戦を主催していただいております産経新聞社様、特別協賛のヒューリック様、また五番勝負の各対局地の皆様をはじめ、今期棋聖戦の開催にご尽力をいただきました関係各位の皆様に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。藤井棋聖ありがとうございました。棋聖首位本当におめでとうございました。今一度皆様大きな拍手をお送りください。以上をもちまして第94期ヒューリック杯棋聖戦藤井聡太棋聖就位式を終了いたします。ありがとうございました。なお本日の就位式の模様は明日の産経新聞とウェブのニュースサイト産経ニュースで紹介させていただきます。皆様合わせてご覧ください。では藤井聡太棋聖が退場されます。皆様本日一番の拍手でお見送りください。